クリボーがマリオに下痢をぶっかけてきた。はい、ちょっとやっていきたいと思います。はい、これどういうコースなんでしょうか。クリボーが上にいますけども、ちょっと行ってみましょうか。どういうコースこれ。ちょっと行ってみるわ。本当にぶっかけられてるねこれ。汚ねー、クソ汚ねーんだけどこれ。あ、マジでクソ汚ねーこれ。なるほど、なるほどね。確かにこれは下痢だわ。うん、俺ね、今どういう気持ちかっていうと、あれですね、マリオに同情の気持ちでいっぱい。だって下痢ってめっちゃくせえじゃん。だって下痢ってめっちゃくせえじゃん。ほんと同情の気持ちだわこれね。まだ残ってた、まだ残ってた。あれですよね、下痢って全部出し切らないとほら痛いから。うん、俺クリボーにも、そしてぶっかけられてるマリオにもこれ同情の気持ちだわ。はい、ということでクリアしていきました。はい、あーくっせえ、きったね。ということで、こんにちは。ベルの裏に口内炎ができてめちゃめちゃ痛いです。なんでできたんだろう、なもん知らねえよ。ペガちゃんです。スーパーマリオメーカー、今回もやっていきたいと思います。君の集中力が試される危険と隣り合わせのスピードランということでいきましょう。なんでさ、俺ベロの上にさ、口内炎できたの、本当に。本当にマジで痛いんだけど、マジで喋りづらい。あのね、喋るたびにさ、前歯の下の歯あるじゃん。前歯の下の歯が、ベロの裏に当たってめっちゃ痛いんだよな。うん、分かってくれ。ああ、死んじゃった。やっぱり真剣に喋れないから、ミスしちゃったのかな。まあ、俺いつもね、真摯にコースに向き合ってるから。嘘ばっかし。はい、頑張りまーす。はい、で、これ越えて、よし、オッケー。で、こう、壁キック、よしよし。で、スピンジャブ、よし、越えていく。さっきのところ越えていくわ。夫婦を越えていけ。俺、夫婦を越える女子がいねえんだよな。はい、で、よしよしよし。で、壁キック。大丈夫か。よしよしよし、間に合った、間に合った。間に合った。で、よし、赤コイン取って、ここ飛んだらあかんのや。で、ここは飛ばない。オッケー、いいね。で、よし、ちょっと待って。で、飛ぶ。よしよし。で、飛ぶ。オッケー。なんとか越えました、なんとか。で、ここ、よしよしよし。で、これ、壁キックで、越える。で、この先は、お、ここ壁キックかな。あ、でも、左になんか道があるな。ちょっと行ってみよう。なんもないんかい。で、ここ飛ぶ。で、壁キックで、よしよしよし。これ右だね。さっき騙されたからね。よし、飛ぶ。で、これ赤コイン取って、赤コイン取ってよ。で、これ右に行くけど、あれ？でもここさっき来たよな。うん？ちょ、待って。完全に道に迷った。迷子の子猫ちゃん、迷子のペガちゃんだわ。で、ここスピンジャンプで越えていって、ここは？やっぱ刺激がすんだよな、ここ。やっていきますよ。あ！あんなとこに赤コインあるじゃん。あ、これはわかんねえわ、こんなの。ねえ。あ、そんなとこに赤コインあったんだ。これ多分ね、赤コインが詰まっていけるんじゃないかな。さっきなんか、ドアみたいなのあったし、ちょっと行ってみようか。オッケー。これで多分いた気がする。よしよしよし。あ、ベロ噛んだ。よしよしよし。で、3、やべー、痛い。ベロ噛むとさ、その余韻でめっちゃ痛いんだよ。余韻でな。よしよしよし。で、か、べ、き、く、オッケー。今、綺麗に決まったね。今、綺麗に。気持ちいい。喋ってる方としても気持ちいいわ。よし。あ、オッケーオッケー。まあ、死ななかった。で、オッケー、スピンジャンプ、カーブキック、オッケー。で、飛ぶ、壁キック、決まった、オッケー。で、ここで、かわす、よーし。で、赤コインこれ5枚揃った、鍵ゲット、待って。よしよしよし。鍵ゲットで、これ右に行って、そうだ、ここに入って、これで、クリアしていく、よーし。見事、お見事ですわ。うん。いや、あんなとこに赤コインあったんだ。いや、なんかね、なんだろう、この感覚。この感覚を例えるならば、まあ、あれですよね。手にリモコンを持ちながら、あれですよ、リモコンどこどこで探してるような。うん。手に持ってるのに、どこどこで探してる。あの感覚です。何言ってんだろう、俺。ショートカットの女子って可愛いよね。なんだっけ、広瀬すずとかさ。新垣結衣とか、可愛いよね。って感じで、ショートカット探していきたいと思います。あ、
でもね、ショートカットの女子ってめっちゃ可愛いと思うんですよ。本当にね。俺、ロングよりショートカット派かな。うん。あ、まあ、どっちでもいいんですけどね。あの、彼女になってくれればそれでいい。で、ここは、待って、ショートカット、あ、ここは怪しくない。お、オーケー。見事な着眼点。見事な着眼点だわ。で、ここはなさそうだな。ここはなさそう。普通に行って、ぴょん。ぴょん。オッケー、完璧。ここまでは完璧ですね。で、次は、こう壁キックで、で、これ下でPスイッチ踏む。そうすると、あ、あー、これ踏まない方が良かったパターンかなー。いや、これちょっとやらかしたかもしんない。いや、ちょっと待って、これはショートカットになってないよね。これで、うー、これはやらかした。うわ、めっちゃ時間かかってるな。462秒残し。さて、最速クリアタイムの人とはどれくらい差があるのかな？ちょっと見てみよう。うーわ、2倍以上の差がついてる、これ。はい、ということで、今回はね、あの、オルタナチャンネルさんのエンディングで、あのね、終わりにしたいと思います。僕最近ね、渋谷ジャパンさんの腕毛に燃えてます。あの、キャーってなってる、いつも渋谷ジャパンさんの腕毛見るたびに。はい、ってな感じで、ご視聴ありがとうございました。またの